青コーナーにギタリストの下田中ギターの川選手が登場です。メッカバカーズ来日格闘メインイベント大田区体育館、選手が入場してまいります。超満員の大田区体育館花道、これから試合は20分一本勝負6人タッグマッチ。伊藤を先頭にいたしまして、下田そして三田と入場してまいりまして、早くも青コーナー選手の紹介を行っております。選手紹介も工夫を凝らします。なるほど、躍動的で華やかな選手紹介が終わりました。青コーナーであります。さあ続いて音楽が変わりました。これより赤コーナー選手の入場です。早くもテープが待っております。やはりテーマ音楽にふさわしく全員が駆け足で入場という赤コーナーであります。若い選手が踊り上がるようにいたしまして、今リング上であります。直ちに選手の紹介が行われます。非常にあのリズミカルになってまいりました。まるでディスコの会場にいるような華やかな雰囲気に満ち回っております。大田区体育館。さあしかしリング上テープが待っておりまして、この整理が大変であります。三宅君、はいはい、もう放送席ですか。戻ってきました。今回はあの勝った選手へのインタビューもあるし大変ですね。そうですね、今日暑いですからね、あのインタビュー室からねここまで結構距離があるもんですからね。ただし三宅君ね、今日はびっくりしてるんだけども、はい、選手紹介とか選手入場とか、はいはい、今までとテンポが違って気持ちがいいね。そうですね、あの音楽に乗せての選手紹介っていうのは結構いいですね。そうそう、それからあの山本リングアナウンサーもね、はい、なんとなくテンポがマッチしてるよ。そうですね、今までで一番いいよ。合ってる。そしてあの選手もですね、あの今回音楽はあの初めての音楽ですよね。ニューミュージックで、そして今日のこの赤コーナーのですね、神谷美織選手も、はい、うん、コスチュームが今日下ろしたて。ああそう、何もかも新しいという感じですね。はいはい、さあ神谷美織、そして井上京子、吉田麻里子、対するは三田悦子、下田沼、そして伊藤香織であります。もうあの若い選手たちがたくさんリングの上に上がってて、大先輩のねクラッシュジャズのお二人、もうあの名前と顔と一致しない若い選手だってだいぶいるんじゃないのかな。あれ、あの人は誰ですか。何よりですか、この試合は大丈夫なんだろう、この試合は大丈夫、大丈夫、わかります、まだね、はい、やっとプロレスを見れて嬉しい。そうでしょうね、もうとにかくあの2人はプロレスに飢えてるから、せっかく会場に来たんでプロレスを見たかった、そういった意味ではこの6人タッグマッチ、特に若い選手がいます。大いにあの若い選手たちに対しまして先輩のねいろんなあのアドバイスも入れてもらいたいと思います。今対戦しているのがこれが吉田とそれから伊藤ですね。吉田伊藤両選手であります。そして今赤コーナータッチいたしました。これまた強烈なキックが入っております。さあ神谷美織、なかなかね決まっている今日のファイティングスーツでやります。そして相手になっておりますのが下田美誠であります。下田が捕まっている、神谷に捕まっている、後ろにダブルアームスープレックス。さあ男性ファンの下田に対する今声援が飛んでおります。大田区体育館超満員であります。早い動きを見せております。さあ赤コーナーはまた誰にタッチでしょうか。入ってまいりましたのはどうやら井上のようであります。さあ井上入ってまいりました。井上京子そして下田沼両選手の対戦であります。やっぱりあのこういった対戦になりますと下田沼に対する男性ファンの声援なんていうのは三宅さん最近多いようですね。いや増えてきました ね、いや驚きました、だいぶ変わってますね1ヶ月で。やはりね、最近の女子プロレスは今までの女性ファンと男性ファンとちょうど半々ぐらいになりましてね。そうですね、そういった意味ではねいろんなあの声援が飛んで会場面白くなってまいりました。本当男性ファンが多いですね。はい、三宅君、
はい、今ちょっとあの三宅、阿部両方の、ね、名前を間違えちゃったんですけど、びっくりしました、僕も、三宅さんなんて呼ばれたことありませんのでね、三宅君の場合は組んでね、阿部さんの時はさんだったんですけど、ね、それがあのちょっとね、会場のあの何とも言えない熱気にね、私の方もね、ついうっかりあの、三宅さんと言っちゃいましてね、いや塩の大師匠からですね、三宅さんなんて言われたんで、僕はあのすっかり恐縮してしまいました。阿部さんが気を使って答えてくれたので助かりましたけども、はいはい、改めてこの6人タッグマッチ、何かあの情報はありますか？そうですね、あのとにかく62年組の三田下田がね、はい、あのどうしても今トヨタがね、うん、今日あのメインイベンターですよね。あ、そうそう、ですからちょっと今置かれてる感じがしないでもないですからね。なるほど、この2人の奮起を期待したい。そして一番若い伊藤ですね、はいはい、今出てますけれども、そうそう、非常に試合前緊張してましてね、この選手があの新人を取った時のような勢いをね、うん、見せてくれるかどうか、このあたりが、ね、見どころじゃないかと思いますけどね。なるほどね、今日はあの井上貴子に代わりまして急遽この6人タッグマッチに登場しております伊藤薫選手でやります。さあ三田悦子登場してまいりました。カウントは2つであります。まあ、あの長代ね、はい、この三田悦子選手、いろんな意味でね注目してると思うんですけども、久しぶりにこうしてリング上試合を見てどうですか？そうですね、まあ、それなりの、 あの風格っていうんですか、うん、それは出てきたと思うんですけどね、もう一つやっぱり単発じゃなければもっといいですよね。ああ、そう、うん、技の流れっていうのをもうちょっとね、崩したらもっと良くなるんじゃないかなと。ああ、そうか、うん、だからこれはチャンスな証拠だと思うんでね、うん、その技の組み立て方だけ考えればいいんじゃないかなと、そう思いますよ。ああ、そう、うん、そして下田美馬であります。先ほどもご紹介いたしましたように、最近はね、男性の圧倒的な声援を受けて人気レスラーに成長しております下田美馬。アスカね、この下田美馬選手が何回か格闘技戦をやったりしてね、最近はなかなかあの根性を見せてるんですよ。そうです、あの、うん、元々私たちがいた頃